キャンプ。今日も重さ30キロで出歩くみーです。本を読むと数ページで寝てしまいます。売店に薪を買いに来ました。調味料にカップラーメン、奥多摩のグッズまでありました。わさびちゃん、金宮焼酎の氷漬けもあったよ。カロリーメイト、300円なのか800円なのかわからない表記がありました。薪は広葉樹と針葉樹4本ずつ買いました。やばい、これってこのまま持ち上げちゃって大丈夫ですか？4本で買う、ちょっと薪落ちそうだから押さえたけど、どうなってる？薪バッグの配置がおかしなことになってて、なぜか普通に持てなかった。そこら辺に杉の葉がたくさん落ちているので、小枝も拾いつつ着火剤になりそうなものたちを集める。一番最初に河合キャンプ場来た時に、子供一人分ぐらいの杉の葉集めてる男性がいて、すごい驚いたのを今でも覚えてます。自分で拾ったものを燃やすってなんか楽しいから、気持ちはわかる気がする。風強いかもしれないからと思って風防を持ってきたんだけど、焚き火台はどうするか考えていたら忘れてしまいました。直火ができるのでそのままやっていきます。周りが石で囲まれてないとちょっと不自然な直火。周りを石で囲むよりも反射板があった方があったかい。なるべく面倒なことは避けたい私ですが、ちょっと沈下しそうなので薪を細かくしていきます。ふにゃ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 、顔もふにゃふにゃしてるし、全くやる気のない打ち方です。危ないので真似はしないでほしいのですが、沈下した薪から割ることにしました。割ってみると外は黒いけど中まで火が通ってないお肉の生焼けのような状態になってました。やっぱり面倒くさがらずに何事も最初から細かくやってった方がいいんですね。絶対視聴者さんのさ、バーベキュー狙ってるよね。そうとしか思えない動きをカラスがしてたよ。ライトつけるとこないから寝るときどうしようかな。まあいいか、寝る準備します。テントがパッと開けてたら夜蚊が入ってきそうなので、先に寝る準備をします。見て、破けちゃったんだけど。ほら、破けちゃった。今ゴワゴワした上で寝れるかな。どうしよう。約2年ずっと使ってきたマットですが破れてしまったので、今日はほぼ地べた小石の上で寝ます。なんかいい案ないかなと思って、頭を柔らかくすべくカッサでほぐしてる。マルチドグリルを敷きます。モンベルの段をお尻あたりに敷きます。これでどうにか寝れるかな。真下が土や草だったらまだいいんですけど、小石は本当につらかった。まあ寝れるか。古くの記憶でも思い出して寝ようと思います。今日は寝れなくてもこれがキャンプだって感じで、一旦お酒でめちゃめちゃに酔って今日は寝る、決めた。今日はどんな強いお酒を飲んでも二日酔いにならない魔法のような液体でお酒をたくさん飲んでいきます。栓抜き、ワインとして一回も使ったことのない。やばい、なんか溢れてんじゃん。やばい。スーパーで初めて買ったコロナビール。めっちゃ美味しい。飲みすぎてしまうので一旦止めて、例の液体を入れていきます。これも普通の飲み物みたいにキャップ口が開くので注いでいく。ミックスジュースみたい。すべて韓国語で書かれてるので、一旦液体そのものを飲んでみた。ビールにスモモ足した感じで、すっきりした味わいで飲みやすい。
すごい騒ぎ声すると思って橋の上から騒いでるのかと思ったら普通に日帰りの人だ。ランタンハンガーあったけどなんとなくキャリーカートにつけました。今後はハンガー持っていかなくてもいい。めちゃくちゃ飲みやすい。コロナの瓶ってオレンジのイメージ強かったですが飲み切ると白黒でした。何書いてるか分かる人いるかな。16% もあるらしい。これ明日の朝のパン。僕の色がさ、おかしくなってるんだけど。変じゃない。お肉は昨日買ったばっかり。今日の夜食べていいおやつ。ご飯食べた後に食べるやつなのに今食べちゃうやつ。子供の頃なら絶対怒られてたけど大人なら何でも OK だ。魔法の液体が韓国の飲み物なのでそれに合わせて韓国風チヂミを作ります。韓国風なのかわからないけどニラと豚肉を入れていく。家で作ってきた粉たちに卵を混ぜてにぎにぎ。ニラはブツンブツンとぶつ切りにしていきます。一束全部入れちゃうぞ。豚バラをお皿いっぱいに敷き詰めていきます。トモランマができました。上からバウンドさせていく。想像してたチヂミとは全く違うものが出来上がりそうです。怖い。家に小麦粉がなくておからを使ったらパサパサになってしまいました。ある程度焼けてきたので追いニラをします。しっかりひっくり返すために一旦お皿に移す。覚悟を決めて開始に成功しました。しじみっていうかなんかお好み焼きになっちゃった。すさまじい分量だと思いませんか。もうムクムクしてる。家で作ってきたチヂミだれ失敗してるのに謎のドヤ顔。外側はカリカリでまだ美味しく感じるけど中は生な部分も食べ進めていきます。シャミスルの出番だ。シャミスル 16% ってことは誰だ、誰と飲みした。ちょっと二重になる美味しさ。下にも蓋がついててカポンと中に液体が入る三段なのですが全くうまくいかない。ありったけの力をかき集めます。瓶が割れる気持ちで負荷をかけます。チミシルが割れそう。ただ手がベトベトになってることはわかる。この液体、ヤフーかどっかで買ったのですが、1本1000円近くするので、そこらのお酒より高いよ。やばいやばいやばい。こぼれるじゃん。だってチャミスルの規定量もある。チャミスルのプレーンと相性がいいって書いてあったんだけど。手洗ってくる。ベトベト。チャミスル自体あまり飲み慣れてないので、で不思議な味です。食べ応えありすぎる。いつもは 9% が多いので 16% だとほぼ2倍。かなりきつく感じます。みんなよくチャミスルチャミスル言うけど何の飲み方が一番美味しいんだろうか。おからのチヂミは再度焼きたいんですけどボロボロしてきてて焼いたらどうなるかわからないのでこのまま食べます。厚さ1センチのチヂミ。
チャミスルの瓶自体がベトベトなので最小限の指でお酒を飲んでいきます。チヂミよりも星を見上げながら飲む酒美味しい。チヂミの中心に近づけば近づくほどムサムサ。おからからニラや豚肉を引っ張り出して食べていきます。今回はこれだけ強いお酒を飲んでも二日酔いにならないのかという検証なので、グビグビ飲んでいくよ。刺激が欲しくなったので激辛じゃがりこを食べていく。顔が歪むほど辛いじゃがりこ。このホットチリが辛いってお姉ちゃん食べたことないでしょ。いつの間にか右手がシュークリームに持ち替わっていました。喋り声とかじゃなく叫び声がデイキャンプエリアの方から聞こえてきたので、さすがに9時近くになってもうるさかったので管理人さんに電話して注意してもらいました。注意するのなんだかなと思ったら姉と電話してる時だったので、姉から早く言わないと管理人さん寝ちゃうし言った方がいいよって言われたので、まあ夕方から結構うるさい声続いてたのもあったので言っちゃいました。そしたら収まってよかった。本格的に酔っ払う前に一旦洗い物タイムです。炊事場やトイレが近いのが一番楽です。テント立てるときはキャンプ場の景色よりもこういうトイレとか炊事場近い方を優先しがちです。宝焼酎に未開封の魔法の瓶を入れていきます。未開封だったらいけるかなと思ったんですけど、いけない。なんでだろう。おにぎりせんべいを食べてもう一度挑戦しようと思ったら、差し入れしたくて。ありがとうございます。すいません、いただきます。なかったら捨ててもいいですけど、いつもいっぱい飲んでます。ありがとうございます。水って持ってます？あ、持ってます。トルコのお酒のラクっていうお酒なんですけど、取ってもいいですか？全然。ありがとうございます。これ、ここ大丈夫です。透明なんですけど、はい、水入れたら白くなるんですよ。え、そうなんですね。そうなんですよ。すごいアルコール度数強いんで。強いですよね。強いよね。でもなんかいつも動画見る限り結構強いの飲んでるんで。何パーセントぐらい？これ40とかか。45。そう。やりましょうか。私いいですか？入れちゃって。すいません。一瞬で白くなります。いきます。はい。本当だ。すごい。じゃあもうちょっと入れる。もうちょっと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 。これで。まあ OK。そう。ぜひ。辛いから入れる。ありがとうございます。結構強いんで、なんかこれあの、なんだっけ。なんかのミルクみたいな名称があるんですよ。このトルコのお酒で。すごい強い。名前はラッキー。ラッキー。ラッキー。ありがとうございます。すいません。お仕事中。とんでもないです。いただきます。ありがとうございます。嬉しい、嬉しい。40度の水割り結構強い、あ、でもチャミスルより飲みやすい。乳酸菌系の味がする、うん、ちょっとヨーグルトのような香りをしつつっぽい。目の錯覚でヨーグルトって思ってるだけかも。おにぎりせんべい食べた直後だったから、視聴者さんにせんべい臭いと思われないか心配してた。今更遅いけど。視聴者さんに会いたいな。トルコ式のバーベキュー料理らしい。いただきます。綺麗にお野菜やお肉がコロコロと並べられてるなと思って剥がして食べているのですが、後で衝撃的な事実に気づきます。40度とか言われると恐る恐る口に運びますが、
お料理とめっちゃ合います。酸っぱい玉ねぎのナムルみたいなものも入ってて、パセリで味付けされててさっぱりしてます。お肉をパクパクと食べていく。光にお皿がしっかり当たった時に気づいた。巻いて食べるんじゃない？ついてる。具材が丁寧にお皿に並べられてると思ってたですが、実際はこういうラップで巻いて食べるやつでした。焼酎に入れても余りそうなので、先ほどの魔法の液体を入れていきます。韓国とトルコのコラボレーション、スモモヨーグルトのお酒って感じがして、とっても飲みやすくなりました。私が見る範囲では3組しかお客さんがいないので、基本的には静かでとっても過ごしやすい。煙が寄ってきたり、たまに虫もぴょいぴょい飛んできます。この手持ち系はいつもおにぎりが多いので、こういうラップで食べるの慣れてないから、食べ方下手くそだったらごめんなさい。おにぎりせんべいもまだ残ってるので、これも食べながらおつまみとして消化していきます。お肉、何の肉かお伺いはしてませんが、多分ラム肉なので、ちょっと臭みはあるけど、トルコのこのお酒とめっちゃ合いました。煙がひどくてもう目が死んじゃうよ。なんか私、ラップの食べ方独特じゃない？なんか引きちぎってるような感じだけど、噛みちぎるんじゃないのかな。宝焼酎現役。焼酎無理だ。口に酒の辛さがめっちゃくる。なんか口の中シワシワする。シワシワの要素ないはずなのに。二日酔い防止というよりも味変のため入れます。フルーティーの方が飲みやすい。後味飲みにくい。飲みやすいけど歯がシュワシュワする独特な感じ。なんか焼酎自体があんまり免疫ないんだよ。父は昔ビッグマンとかめっちゃ飲んでましたが、私は焼酎の免疫がない。テントに誰か足引っ掛けて転んだらしく、大丈夫ですかって言ってたけど、大丈夫ですって言ってたから、まあきっと安全なのだろう。自分以外結構暗いので、私以外のところ見るときは影が濃く見えるか薄く見えるかで人が動いてるか判断します。遠くから見るとビニールシートで一泊する人みたい。ちゃんとテントとして役目果たしてくれることを祈ってます。焼酎はごっくんと飲み込むまでに少々時間がかかる。お姉ちゃんから。りんちゃん、何のやつ飲むたびに顎がしゃくれるんだけど。のんべえと言われる人たちはどのタイミングで焼酎が好きになるんだろうか。テントに入ります。結構寝れるかな、大丈夫かな。1000円のテントで寝るというのと、エアマットがないのに石の上で寝るのがかなり辛そう。おやすみなさい。背中がガリガリする。ツボマッサージやられてるみたい。全然寝れなくなっちゃった。
自分の体重が石にかかるとかなり重いので痩せないといけないかもしれない。寝るね。5時。4時から雨が降りました。撥水してない。大丈夫かな。全然流れてかない。染み込んでるもんね。声援テント、もし雨の日に使うときには防水スプレーかけてから使った方が良いかも。石がゴロゴロしてる上では全然眠れず、睡眠時間3時間ほど。マルチドグリルのケースも寝てる間にどっか飛んじゃうし、大変でした。追加で1時間仮眠して雨止んでた。ご飯食べれないより何より、私睡眠不足が一番体にくるタイプ。小雨が降ってきたので1時間は雨降らせないでくれとお願いしました。午後から雨の予定なので、さっさとご飯食べて撤収して帰らないとずぶ濡れになっちゃうよ。湿気が多いと寝袋もその分水分と空気で膨らんじゃって、収納袋になかなか入りづらいで新しく買い直しました。最近はめっきり卵かけ容器になっちゃう。今日は簡単なのにめっちゃふわふわで豪華な気分になれる朝ごはんを作ります。4枚切りとかいうどでか分厚切りパンなのですが、こちらを半分に切って卵に浸します。フレンチトーストのしょっぱめバージョンみたいな感じです。フレンチトーストみたいに浸したりとかはせずに、あくまでフライパンの上でささっとやるので、外はふわふわで中もぐにょぐにょじゃなく食べやすいパンの硬さなのですごくおすすめ。これ名前わかんないんですよね。ただ卵パン&チーズと思ってます。スライスチーズを乗っけるだけ。使うのがパン、卵、チーズと塩コショウだけだからめちゃくちゃ簡単。チーズバーガーみたいな感じでこう挟めて食べるみたいなんだけど、そんなことせずとも一枚一枚食べようと思ってやっぱり剥がします。無理だよ、一枚ずつ食べますよ。卵、チーズ、パンって絶対に食べる組み合わせじゃないですか。一箇所で作ると洗い物も減るし、簡単に作れてなおかつふわふわで美味しいから朝ごはんが豪華な気分です。フレンチトーストのぐにゃぐにゃ系が苦手な人っていると思うんですけど、私も苦手勢で、それが苦手な人でも食べれるふわふわな美味しいパン、あっという間にバックンバックン食べられて分厚くて食べ応えがある。これ美味しいので今度父にも朝ごはん外で作ってあげようかなと思いました。ぼーっと右をずっと見てるのですが、何を見てるのかと言いますと、から水蒸気が上がってくる様子です。私この水蒸気上がってくるのを見るの大好きで、ぼーっと眺めちゃう。雨は嫌だけど、あそこだけ神秘的でとっても好きです。パンで喉は詰まりやすいのでしっかりお水を飲むよ。そういえば結構強いお酒飲んだのに二日酔いになりませんでした。しかも睡眠時間が足りないと二日酔いになる率高くなると思うんだけど、全く残ってない。だって睡眠時間 4,5 時間ですもん。もう一本お家にあるので、また今度めっちゃ強いお酒手に入れたら試してみたいと思います。テントは中に入ってる砂とかを出してポールを取り出して畳んでいく。グランドシートもテントもどちらも家に帰って干すので、簡単に畳んでクーラーボックスに押し込みます。
帰りに喉乾いた時用にお水を汲んで帰ります。昨日はごちそうさまでした。ありがとうございました。ありがとうございました。昨夜のご飯のお礼も言えて、すがすがしい気持ちで帰ります。ごちそうさまでしたって、今のタイミングで言うのもおかしいから、なんて言おうかなって30分ぐらい頭の中で考えながら撤収してましたが、言えてすっきり。キャンプギアはもう使えないものはここで捨てて帰ります。上り坂ばかりは UFO キャッチャーのようにふんと掴んで上り坂の最高点に私を置いてほしいと思っちゃう。河合キャンプ場から駅までの予測時間から10分前に出てるのですが、もう間に合う気配がありません。上り坂をちびちび歩きすぎました。巻きバッグを返してゴミを捨てる。足取り重すぎません？駅はそこだからね。あと6分か、無理かも。多分間に合わないな。あの坂を登ってくる時点でもハーハーしちゃうもん。ゆっくり行くわ。ギリギリじゃないんだよ。本当はもっと早く出てるんだけど、坂道だったりとかあるとナビより、足食いつくかと思った。頭からスコロルロって登った階段を降りるかと思った。あっちい。ダウン着てたんだよ今日の朝。脱いでよかったです。あ、朝寒かったよ。雨降ってたんだもん。4時から雨降り始めた。今日寝れなくてさ、あのエアマットがないから12時ぐらいに寝て3時に起きたのね。そしたら4時ぐらいから雨降り始めて、あ、外にある粘土製のやつしもべとかってやってた。こんな感じで今日は11時からね、多分雨が降るんだけど、本当は今朝方も降る予定なかったのに降ってたから。桜、うん、かわいい。いってらっしゃい、お梅ちゃん。まあなんか自販機に行ってリアルゴールでも飲もうかな。シラフなのにろれつが回ってない。待っててください。あー、ここをこんなにゆっくり優雅に歩いたことなんてないわ。心がゾワゾワすると姉に電話しちゃうんです。目の前におばさま3名ほどいらっしゃいました。お、え、リボクじゃん。キングダムコラボしてたリアルゴールドが。ん、あ、元気出たわ。最後までご視聴いただきありがとうございました。来週はまた新たなチャレンジをしてみようと思うので、見ていただけると嬉しいです。いつの間にか靴ひもほどけてて危ない状況でしたが、なんとか電車に乗ることができた。またね。